おまけのペヤング、おまんぐー、おまんぐなんですけども、はい、パーフェクトおまんぐです。これで。パオングで。うん、パオングです。うん、今、もうすぐ、登場しますけども。何味だ、次は。お腹どうですか？まだいけるかな。いけるんだ、お前。いけるけど。俺、加減して。なあ。俺はもう、ちょっと。多分もう、こっから先何食っても同じ感想になりそうな。なんで二つ同時なんだということで二つ同時に来ました。これね、ちょっとパッケージがさっきの本編思い出していただきたいんですけど、うん、こっちがまず肉海鮮。肉海鮮。そう。肉海鮮ちょっと取ってみますね。海鮮これまたワカメで攻めてます。ペヤングさんはワカメ、ワカメ工場持ってんじゃないかな。まあ確かにワカメはね、安くてうまい庶民の味方だけど。ちょっとじゃあ、お肉とか入れるね。どう共存するんだろう。ワカメ工場。海鮮、まあ、わかめと肉が入ってりゃ、まあ、海鮮、あ、でもこれ、エビかなんかも入ってるか？あのね、うん、肉海鮮の匂い。肉海鮮の匂い。肉海鮮の具体的に。肉と海鮮の匂い。あの、ほら、うん、焼きそばかそうじゃん。うん。ああ、そうっすね。イカとかさ、エビ入って、プラス豚肉が入ってるじゃん。うん。あれ。じゃあ、焼きそばなんだよ。焼きそばだね。え、焼きそばに戻んの？でもこれソース味じゃないですよ。ソースじゃないのよ。そこが違いなのよ。なるほど。あ、本当だ。肉の匂いもするよね。本当だ。肉の匂いも海鮮の匂いもするのよ。へぇー。これは。だからソースだったら普通の焼きそば。屋台の焼きそば。うん。回ってくる量が多くなってるんで、みんな俺らの取る量が減ったと言いたいなら、お前は。違うよ。本編で俺はちょっと取りすぎて申し訳ない気持ちになった。あ、なるほどね。俺っちがもっと食べたいだろうなって。俺っちがね。うん、俺全部入ってんじゃないかな、もう。うん、だって俺多分これ一口いける。取ったやつ。縁日の光景が浮かんできます、香りを嗅ぐと。そうだね。うん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 。ね、美味しいよ。美味しいけど、ソースでよくない？これ塩焼きそばだよね。イカ強くない？イカ強い。さっきのイカ人参と同じくらいイカ強いっすよね。うん。ペヤングさんは、うん、ワカメとイカが強いのかも。得意じゃないのかもしれない。うん、お肉のかけらがしっかり大きくあるじゃないですか。うんうん、あれも一緒に食べることで、うん、本当になる肉と肉海鮮、ね、海鮮になる、うんうん。すごい口の中にイカが残る。イカの風味が。イカは強いね。縁日のイカ焼きのところ思い出すな、これ俺。うん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 。イカ焼きのエリアを思い出すわ。で、次が、あれだ、夕暮れな塩焼きそば。うん、夕暮れなが、夕暮れってあれなんか、ふりかけ別じゃなかったですか？もう入ってる。もうかけてんの？もう書いてる。かな。え、じゃあそこに今、夕暮れながうようよと。これが夕暮れな？うようよと。うん、それは肉でしょ。それ肉のかけらずっとね。まさかのマジレスをもらうと思ってなかった。ほら、落ち込んでる、落ち込んでる。とんでもねえボケつぶしをかまった。ごめん、ごめん。これ多分お肉ですから。教えて、教えて。お肉だからね。俺心の中であって思いました。言って。肩トンって叩いてるこの時。強めに、強めに叩いてる。叩いて、待って。中ちゃん、これは厳しいって思いました。さあ、中村どうすると思った。このボケつぶしどうかです。ごめん。そうだね、私。なんか旦那こうやって食べ物、美味しいもの食べたら。普通になってた。そう、番組であることを忘れてて。普通の、うん。エンタメだから。そうだよ、ね。我々はね、エンタメを作ってるから。本当にごめん。エンタメを作ってるから。うん、なんか、日常のスイッチ入っちゃってない。いいと思いますよ、うん。アットホームでね。なんか匂いはもう全然わかんない。何の匂い？ちょっと待ってください。これなんだ？何の匂いこれ？え、これ夕暮れの匂いなんですかこれ。なんか匂いはもうよくわからないな。正直。ん？何の匂いこれ。なんかちょっと海の生き物っぽくもあり。正直空腹の時にこれを嗅いでもうまそうな匂いには感じないような種類の匂い。私なんだこれ。なんて表現したらいい。海沿いの匂い？うん。みたいな。
なんだろう。塩の匂い？海沿いで浜に打ち上がってるあの藻の匂いをする。あ、本当？だから臭いわけじゃないんだよね。臭いわけじゃない。うん。だから塩、海水の匂いみたいな感じだよね。うん。うん、食べてみよう。うん、あれ？うん。うん？やばい、食べても同じ感想だわ。うん？あ、うん？わかめスープ。優しいやつだ。え、これどういう味これ？子犬の味がする。食べたことねえよ。急にあいつえ、食べたことない。なんか、あれだね。うん。おまけになったら子供いる。いや、あのね、まずくないんですよ。ただ、俺、今、なんか、頭の中に、すごいほっこりの記憶が蘇って、子犬を抱いて、子犬の頭をスーって吸い込んだ時の。子犬吸った時の匂い。子犬吸いのした時の匂いがちょっと、うん。そこ。なんだろう、これ。私、そう感じないの。うちの犬がこの匂いをしないからかな。うん。あの、ワイヌ。ワイヌのおでこ。ワのね、うん、犬。ワイヌのおでこ。あのね、わかめスープインスタントとかも あるじゃないですか、うん、あれね、この麺を戻してこうふやふやにして食べてる感じねえ。でこれ夕暮れなの部分なんですかね、これとちょっと独特の風合いって、わかんない。夕暮れなのサプリ飲んでたけど、うん、味があるわけじゃないでしょ多分。うん、感じたことはないんだよ。多分その沖縄的な味系なんだよね、沖縄的な味って多分ね。あの、ソーキそばとかそっち系のとかなんじゃないの、うん、石垣のやつでしょこれ。チャンプル系の味付けなのこれ。そう、あ、確かになんかあの、ソーキそば食べた時の、あの、肉の骨の部分の香りがちょっとするかもしれない。うん、なんか、スープないからね、あれだけど。なんかわかめスープ一番近そうな気はするでしょ。なんか甘みもあるんだよね。うん。まあなんか、それ系の塩味ベースのスープの味がする、うん、俺ちょっとね、あの SF の世界に出てきそうな味だなって思いました。もうあれでもね、ワイヌがもうあの頭よぎっちゃってるから。そう、ワイヌが今スーンって俺の頭の中でハッ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 って言いながら今こっちを見てるんですよ、うん、一回もそれ出ちゃうともうね、分かんなくなるよね。でもね、本当に別にまずいわけじゃないのよ、うん、あの味はちゃんとしてんだけれども、うん、なんか独特の他の何とも違う独特の風合いがある、うん、この夕暮れのやつ。確かにね、不思議な感じだね。一番独特の味だったかもね、うん、でもわかめスープ味麺よ、うん、う試してほしいからちょっと、ま、レギュラーにはならないかな。レギュラーにはならないからね、うん、期間限定の感じがする、うん、すごい挑戦的というか、夕暮れなんですもん、うん、夕暮れながらレギュラーになったら、それこそね、未来ですよ。未来。未来世界ですよ、うん。そうね。栄養は本当に高いんですか、夕暮れって。俺食ったことないんですけど。栄養価ちゃんと、というのも、何が特化してるじゃなくて、バランスのいい、うん、あの数値で栄養が取れるというのが売りです。それはいいなぁ。はい。なんかね、どれか取りすぎちゃったりとかあるじゃないですか。うんうん、それがインスタント麺でそれが補給できるんだったら、うん、いい組み合わせかもしれない。夕暮れな和名緑虫だね。そうそうそう、緑虫か、緑虫、うん、だから緑虫みたいっていうか緑虫だね、うん、緑虫っぽい匂いなのかこれは。でも匂いとかしないよな多分。夕暮れな単体からしないと思うけど ね。でこれが来たこれなんだ。ヒーヒー明太からし。ヒーヒーとはあ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 。じゃあヒー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 取りまずいきますよ。パンダさんの名前みたいよね。ヒヒシンシンとか。そう。くそ。手が震えてきた？血糖値スパイク？嘘でしょ。ヒヒ。ヒヒ明太からし。ヒヒあんまいっぱいあれして辛いの。あ、明太の匂いかこれ。からしが強いと嬉しいな個人的には。あの匂いはそんなにしない。明太の匂いはまあするけど。このからしっていわゆる和がらしのことじゃないか。独特な明太でしょ。でもからしのツンってくる匂いする、うん、これなんていうのかな、からしとかのツンとした辛い匂いがする、うん、でもあんまり鼻をつく感じではないですね、うんうん、明太いただきます。いただきます。でもこの明太のつぶつぶはね、麺にしっかり絡んでるから、うん、そうね、ほんと、うん、
いっぱい食べない方がいい、ちょっとにした方がいい、これ私辛い。これドイツでしたっけ、これハハヒヒヒヒヒヒ明太辛い、これヒヒヒヒヒヒとまではいかないけど来るね、ちょっとにしよう、ちゃんと辛いよ、最初そうでもないんだよ、後から手斧持ってくる感じちっちゃいやつね、うん、そうそうそう、強いやつじゃないやつ、ここ今まで食ったやつの中だと一番ちゃんと辛みが出てる、ちょっと意外、うん、不思議な感じですね、その明太子の辛さのようにも感じるし、からしの辛さのようにも感じるんですけれども、からしの辛さの強い感じしますね、でもからしの香りはそんなにしないから、明太子に和がらしの辛さをプラスした感じ、本当に、あでも、ちょっと辛いな、匂いが、結構くる、こっちの方が赤いんだ、結構残るな、で次これカーカー、カーカーだ、ハーハーじゃない、こっちカーカー、明太七味、七味の赤さか、じゃあ辛い、こっちの方が上かもしれんね、まだ残ってる、なんかお腹が熱いな、なんか斧とかみたいにジャジャンじゃなくて、なんか、くない。くない系で、くの位置？そう、された。明らかに上手のやつが来た。上手ですか？もう匂いに刺激が強くなってる。こっちハーハーでしたっけ？カーカー。カーカー。もう全部、全部間違いない。もうじゃあ、もうね、ヒーヒーとカーカーだって、うん。で、さっきがヒーヒーで、これはカーカー。でも、カーカー確かに、オノマトペ的に、カーカーのが辛い感じするよね。うん、カッカするってことですもんね。うんうん、あれこれ七味の香りが相当強い、ね、強いよ、うん、俺が普段七味をぶっかけまくって食う焼きそばに似てる、ほんとだ、あの、明太子で感じるあの香りをもうちょっと、刺激がね強いよね、うんうん、いってみよう、ちょっと量ね大事だもんね、俺は断然こっち。こっち側。うん。これ、すごくいい感じに、七味の風味が出てます。うん、あ、こっちの方が、そんなに来ないね。あの、本当に、からしと七味の違いが出てるね。でも、さっきの、ヒーヒーで、ちょっとこのもう、殴られてたじゃないですか、だからなんか傷口にこうさらに後追いされてる感じのはある、いや俺これ好きだな、七味と明太子、これも、これ明太七味、これ明太七味でしょ、明太と七味の相性がいい、こっちの方がなんかいい、なんか口に合うか、辛さはさっきの方が若干上だけれども。上だと思う。こっちはその、七味の香りが実に際立っているから、ちょっと味に深みがあるように感じる。で、まあ、一応今回買ったやつを全部食べたんだけど、まあ、総括して言うと、これかな。食べてない。食べてない。これかな。思い出の味。結局そこに行き着く。そりゃコンビニ並ぶのこれだよ。っていうことを再確認した気がする、再確認ですね、というか、そのために出してるのではありませんか、おかしいだろ、戻すためにそこにそこに帰ってこいと、そう、母なるペヤングに帰れと、なんで他でちょっと足りないなってここに帰らせようってのおかしいだろずっとあるとやっぱり当たり前になってありがたみがね、そう、別のやつとか食べちゃう中で、このペヤングなんだけど別味が出た、食べてみたい、興味をそそられる、食べる、ああ、美味しいけど、やっぱ元のペヤングがいいな、あそこに帰りたいなって。買いたくなる。故郷みたいなもん。そう。一通り遊んだ不倫男じゃないですか。やっぱり女房だな。結局女房に行き着くやつでしょ、それ。やっぱりカカアがいいな、つって。やっぱりうちのカカアが一番って言い出すクソ男でしょ、それ。でもその心理。ペヤングはその心理。その心理。まあ確かに、ペヤングだな、やっぱ。ペヤングのこれがロングセラーで金字塔な理由がよくわかりました、味の完成度が高すぎる、ね、1個これがぶち抜いて他と違う点があって汁気なのよ、そうこれさ意外と汁気あるでしょ、ソースのソースが多いからこの辺って意外となかったよね、
うん、うちのスタッフの作り方の問題かもしれないけど。いや、そういうもんですよ。粉系だもん。湯切りが上手すぎたのかもしれないけど、彼がね。うん、いや、でも、これなんかやっぱり汁気が結構あるじゃない、うん、あれが、こう、なんかいいのかもって。最後にね、ちょっとソースだまりが残って、うんうん、そっからまたいただくのも、ペヤングのいいとこなんで。うん、そうだね、うん。いいもんですね。やっぱペヤングは、うん、こうやって再確認したっていうのは正しいかもしれない。うん。ペヤングの素晴らしさを。うん。うん、なんか、考えずに食うじゃん、普段一人だと、うん、みんなで集まってああだこうだ言うと考えるなと思う、考えながら食うなと思う。いやー、大層満足ですよ。お腹いっぱいですよ、うん、美味しかった。もう帰ろうかな今日。まだありますよ、血糖値、血糖値。元気出していこう。はい、うん。